おはようございます。ウェザーニュースキャスターの高山奈々です。6月23日水曜日の全国の天気をお伝えします。まずは予想天気図を見ていきましょう。9時の予想天気図となっています。引き続き梅雨前線が沖縄付近に停滞します。また本州付近は日本海にあります低気圧でしたり、また上空の強い寒気の影響で大気の状態が不安定となります。では全国のお天気をアイコンで確認していきましょう。北日本から西日本の広いエリアで今日は大気の状態が不安定となります。西日本方面などで日中は日差しが届くところも多くはなるのですが、朝から雨が降るところもありますし、また午後以降、お昼過ぎ以降からは各地でざっと雨の降る可能性があります。局地的には今日や雷雨、また突風、あられ伴う恐れがありますので、外出時に雨が降っていなくても雨具をお持ちになってください。一方、北海道では道内エリアを中心に雲は多くはなるのですが、その他のエリアでは日差しが届くところが多くなりそうです。内陸部を中心に気温が上がりますので、暑さ対策しっかりと行いましょう。また南西諸島方面、沖縄では雲が広がりやすくなります。今日や雷雨の可能性があり、先島諸島を中心に強風による横殴りの雨に注意が必要です。夜も含めて気温が高いですので、しっかりと万全な熱中症対策を行ってください。以上、全国のお天気をお伝えしました。